皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました長内町議会の議長の山口でございます。緊張しておりますのでよろしくお願いします。それでは許しさせていただきます。本日ここに第39回長代川まつりが実行委員長実行委員会会長の吉田町長を中心に盛大に開催されるにあたり議会を代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げます。長代川まつりは本町の夏の風物詩として心触れ合うふるさとづくりと長代川を愛護する意識の高揚を図ることを目的に多年にわたり開催されております。会長をはじめ関係者の皆様方の熱意とご努力に対しまして中心から敬意を表する次第でございます。母なる長代川は琴ノ岳中腹に源を発し町並みの中央をゆったりと流れ大村湾に注いでおり我々の生活にさまざまな恩恵をもたらしてくれております。命の水としての恩恵そして心の潤いとしての恩恵また大雨による水害の発生を防いでくれる恩恵や農業用水としての恩恵など全ての自然の営みの中にあります。本日ここに御参集の皆様方におかれましても川祭りの景気として長代川の恩恵に感謝し川やその周辺をきれいにしようという気持ちを持っていただきたいと思います。そして本日の祭りを楽しみながら町民の皆様方の交流を深めていただき明日からの地域づくりにご尽力を賜りますことをお願いするのでございます。結びになりますが長代川まつり実行委員会のますますのご発展と町民皆様方の ご健勝ご多幸を心から記念申し上げまして簡単ではございますがお祝いの言葉といたします。今宵はゆっくり楽しんでいただきたいと思います。終わります。